誰かいます誰かいます出ます。なんだこれ、何かと見間違うってことが無理じゃない。これに関しては何だ、なんか音鳴ってますね。あまり綺麗じゃない水が溜まるところって悪い霊がいるっていう。あーやっぱ聞こえる聞こえる、やばいやばいやばい、ちょっと戻りましょう、マジでちょっとやばい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 、一回戻ります、一回戻ります、すごい怖い。これ今行ってたら全滅の可能性、全滅の可能性がある。怖い怖い。帰ってきましたね。帰ってきました。はい、なんでこんなとこでね、コンビニの前でカメラを回してるかというと、心霊スポットに行った後のナイトルーティーン的なということで、いろんなところでついてきたものをお米さんは普段どうしてるのかっていうのを見たいと思います。コンビニ寄るんですか？はい、寄ります。ビューアさんに教えてもらったんですけど、その家に入る前、家に着く前にコンビニとかに寄って温かいものを飲むんですって。ついてきてるものと私は違うんだよっていうことを示せると。はい、温かいやつ。これを建物というかお家というか、まあ、今回ホテルだけど着く前に飲むということですね。はい、そうです。飲んでいいですか？はい。そんなに考える時間あるの？この温かい飲み物を飲むのと同時に家に入る前に一回を張るんです。じゃあもう張りに行きましょう。張りましょう。はい、行こう。まずこの玄関とかのドアの前に手を置きまして、私の家だから入っちゃダメとか、ここは私が休むところだからあなたたちは入ってこれないのよっていうことを念じます。じゃあね、これで今日はもう寝て、明日東国さんをリベンジしたいと思います。音の原因、コンコンなってるのは何だったっていうのを確かめに行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあおやすみ。亀旅、イエイ。はい、ということでリベンジの東国さんに来ました。うん、米旅 in 愛知でね、東北さんに来れたということがちょっと嬉しいんですけれども、今昼間なんですよ。で、前回行ったのが夜で、まあ、ものすごい変なね音が聞こえて、牛の国参りやってんじゃないのみたいな感じだったんですけれども、まあ、ちょっと今回は昼間に行って、この東北さんがどういったところなのかっていうのを知っていけたらなと思います。まあ、おさらいしておきますと、東国さんはですね、名古屋市の夜景が見渡せるデートスポットとして有名なのと同時に、まあ、心霊スポットとしても有名です。はい、理由は山頂にある、神社の方に五寸釘が打ち込まれている藁人形が見つかったからです。あとはね、タニスさんの本にも出てきた無害じじいっていうね、何もしませぬみたいなことを言ってね出てくるっていう無害なおじいさんが出てくるとか、まあ、そういうねちょっと気になるような場所なので、まあここに登って五寸釘を持ち帰れたらいいだというちょっとね期待が今あります。もう早速行きたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。多分ここがね表参道って言われた道なのかな。一応釘刺さってないか注意しながら。そうですね。序盤から釘使ったらめちゃくちゃすごいな。いやでもこれは疲れるな。キツツキ。牛の国参りってこうね、恨みを込めて、うん、こんなぐらいのスピードだと思ってたけど、ちょこん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 、工事みたいなタイプの音がするから。あ、なんか沼があるな。あと小石になりません？何か折れたみたいな。
思議な感じします。バケタンやっときますか。はい、ここでね。いや怖いよな。鳥か。あ、水色です。でもなんか物音がね、昼間なのにすごい敏感に感じますね、これ。行きます。行きますか。行きますか。嘘だと言ってくれ。なんか音した。うん、あ、びっくりした。人でした。すごくびっくりしました。すごくびっくりしました。トゲトテスギでしたっけ。スギの木だっけ。何ですか。五寸釘打つのって。あ、わかんないです。スギの木なんですか。あ、違ったっけ。先生、なんか木ならいいみたいな。ご神木とかのイメージありますよね。木に、何の木に問われず。確かこの神社の裏の木で見つかったんだよね。はい、そうです、そうです。尾張神社の裏だったかな。あったという。あとちょっとで天井じゃない、頂上っぽいですよ。あ、展望台だ。ここか。めちゃくちゃ綺麗です。超ちっちゃい建物が。米旅といえばお菓子ですよね。今回向かってまいりました。こちらウイローバー。もう可愛いなと思って。ウイロー私食べたことないかもしれない。なのに可愛いと思って即決しちゃうっていう。いろいろね、抹茶とか茶色とか白とか黒とか桜とかありますけど、桜を食べてみようかな。可愛い。いただきます。桜餅の匂い。もちもちしてる。美味しい。もうね、柔らかさがたまらんですね。いや、柔らかいもの好きみたい。これ何個もいけるわ。愛知行ったよって時はね、お友達に買ってみてはいかがでしょうか。まあ登ってきましたけれども、この神社の近くにね、ある神社の裏に五寸釘と藁人形が見つかったということなので、最後にそれを見て確認をして帰りたいと思います。あ、これかな。これとかですかね。この切られてる切り株になってる。ああ、もう切られてるってこと。そうです、そうです。あの木とか、古墳な、ん、古墳、古墳、古墳らしいよ。あ、そうそうそう、そうだ、古墳はね、そう、立ち入り禁止。もしかしたら古墳を祀るための神社なのかもしれないですね。うん、うん、これとか行きやすそうな木です、ね。うん、この辺りバケタンやっておきますか。なんか紐みたいなのが下がってるね、あの木に。あ、ほんとだ。なんか鳥、ん、鳥居小屋違うか。木が竹田にときますか。この木とか持ちやすそうだな。緑、大丈夫そうです。見つからないかな。こういうのとか。ああ、わかんない。怪しいけど。怪しいけど、これがそうとは言えないですけど。濃いですね。穴が入ってますね。あ、五寸釘っぽい枝。一応戻る。ちょっと不気味じゃないですか。今回はこの五寸釘に似た枝と
ちょっと不気味な鳥居の羽を持ち帰りたいと思います。残念ながらちょっと見つけることはできなかったんですけれど、ちょっと帰っていきたいと思います。申し訳ない。はい、ということでね、米旅最終日、東国さん行ってきましたけれども、もうね、なんか怖さ、やっぱ昼間だからそんな怖さとかは別になかったんですけれども、前回行った時のカンカンカンみたいな音の理由が、まあ、木続きなんじゃないかなって分かった気がしました。まあ安全に昼間は登れる場所なんだなというのは思いました。はい、ただ夜はね本当に危ないので、まあ、人の恐怖もありますし、幽霊の恐怖もありますし、あと道の恐怖もありますのでね、ちょっと皆さん聞き換えた方がいいと思います。はい、まあ、皆様がね何か気づいたこととかね、なんか聞こえたよとかありましたら、ぜひコメントの方よろしくお願いします。はい、ということで愛知県これで以上になります。ありがとうございました。バイバイ。